境改善。オンダリクさんの原作っていうのは、素敵ですし、そこにあの高市海さんがまた演劇ならではの言葉と物語を乗せ直して、そしてそこにあの荻谷さんがもう大変美しい音楽をつけていると。でこれミュージカルでなくて音楽劇なんですよね。つまり、やっぱり初めに言葉ありき、初めに俳優さんの演技ありきで、そこに音楽が寄り添うようにずっとこの流れていくと。ぜひその辺もあのご覧になっていただけたらなと思っております。水戸も私を覚えてる。どう接したらいいのか分かんないだけ。でもこれ先週の揺らぎってやつだから。私賭けに勝った。あなたたちが貴子の生涯の親友になってくれると信じて打ち明けました。これ面白いんですけども、この水戸一子の思い出を持っている方たち非常に少ないんですね。でもこの作品が持っているある普遍性で、いろんな人たちのいろんな思い出をこう思い出させてくれる、そういった意味で名作なんだと思うんですね。どういうふうにやっていくかっていうリサーチをしていく中で、どれだけお客様が水戸芸術館を待っているかとか、夜のピクニックの再演をどれだけ待っているかっていうのが別の形で分かってくるんですよ。そうすると答えなきゃいけないなとも確かに思うんですね。Thank you.